昨日午前8時に鹿児島県に上陸しました台風10号33、この時間は松山市の西約40キロにありまして東の方向に進んでいます。えこれから明日にかけましては中国、四国、それに近畿方面でえ天気の方荒れてくる恐れというのがございます。 台風の現在の状況を見ていただきますと、ご覧のようにすでに台風暴風域はなく、強風域が広い範囲でかかっているという状況になっています。速度としては東北東に15キロということで、引き続き動きとしては遅めということになっております。衛星画像で台風の様子を見てみますと、 台風の目はすでに確認できませんがしっかりと雲、渦を巻いている様子というのがありまして構造としては台風の形を保っていいるととうことにななります。す今回のの台台風風んですけども、台風の中心付近というところはあるんですけれどもそれ以外に静岡から関東方面湿った空気が入り込んで雨の方をまとまったり また前線がかかっている東北北部この辺りの方でも雨がまとまりやすいとかなりこう範囲としては広めというふうになっているのが特徴になります。 今後の進路予想を見てみますとこのあと四国に再上陸する可能性が高くその後土曜日、日曜日というところに東へ進み今のところ日曜日には熱帯低気圧に変わるだろうという予想になっておりますただ、湿った空気の入り込みというのは続きますのでまだ台風自体は弱まっていても強い雨など起こりやすいエリアというのはより広がってくる可能性がございます。 つきましてもこれから台風の方がさらに近づいてまいります愛媛方面、そして明日になりますと中国四国方面の東側から近畿方面など強い雨雨の方よりまとまってくるという恐れがありますので引き続き注意警戒いただければと思います。台風や強い雨に関する最新の情報はウェザーニュースアプリで確認いただけます。